こんにちは。願い叶え観音チャンネルの高松です。今日はですね、2本目の物語について情報をもらいましたので、まあ、その一応記録ということで限定公開なんですけれども、ここに残しておきたいと思います。で、今日夜なんですけども、秋葉原に来てまして、ここ秋葉原のブース、外ずっとアナウンス流れていて結構うるさいところなので、多分このまま音声使えないと思うんですけども、一応記録として今日の物語の内容の語りだけさせていただきます。で、主人公はですね、8歳の子供なんですね。で、小さい頃に、その8歳の時にですね、お寺に、出家っていうんじゃないんでしょうけども、小坊主としてお寺に行ったという、そういうところからスタートしています。で、当然小さい子供なんでね、母親とか父親とか、親元離れるのに時には非常に泣いたりわめいたりするわけですけども、お寺に行ったらお米のご飯がたくさん食べられるよ、こういうふうに言われてついていったということらしいんです。で、実はその家は大変貧しくてですね、栃木県の、ちょっと山あいの方で、下野の国と言いましたね、お米はあまり取れないと、田んぼがほとんどないと、平地じゃないので山あいなのでほとんどなくて、木の果実とか、あと雑穀とか、あと小動物が取れればそういうもの、あと川魚が取れればそういうもの、サワガニとかそういうもの、そういうものをなんとか食べていたわけで、お米っていうのはほとんど食べていないと。で、例えば木とか炭とかを作って、ふもとの農家に行って交換してもらうとかね、その程度ぐらいしかお米を食べるチャンスがなくてですね、非常に貧しい暮らしをしていると。で、その中でこの子供がなぜお寺に行ったかというと、結局家族を養いきれないということで、口べらしになってるわけですね。口べらしっていう、そうですね、ひどい場合はね、生まれてきてからもすぐ殺されてしまうとかいう貧しい地域もあったと思うんですけども、この場合は子供の頃に、お寺に行くと、そういうふうなお寺に出すと、お寺の方もね、そういう小坊主さんを預かって、その中から、頑張った人はお寺の住職になったりとかするケースもあったんでしょうけど、そうだったということですね。で、山寺に行ったわけです。で、山寺に行ってご飯は確かに食べられるけども、修行がありますよね、お勤めがありますよね、そういうものを何も聞かされずに、小さな子供ですから行ってて、いろいろ掃除をしたりとかお勤めをしたりするのが最初全然うまくできなくて非常に悩んでたということだったわけですね。で、ふるさとが寂しくなって山の頂上に、闇蔵山っていうところなんですけども、山の頂上に上がってふるさとの方をこう見ていたということらしいんです。それでその山に登った時に、そこにちょっと変わった格好のおじさん、ちょっと初老のっていうかな、やってきたというんですね。なんかチェックのシャツを着てジーパンを履いてみたいな、時代設定は鎌倉時代から室町時代だ、そういう変わった格好のおじさんが現れたという物語ですね。50代後半ぐらいということですね。そしたらそのおじさんが現れて、なんかいろいろ優しく話を聞いてくれたというわけです。その中で自分は騙されてね、お寺に連れてこられたとかね、ご飯が食べられるからとか言って連れてこられたんだとかね、修行がきついんだとか、三日坊主で苦しいんだとかね、そういう話をいろいろと話をして、そういうのを聞いてくれたそうなんです。で、そのおじさんが、ああそうなんだって、食べ物も大変だったんだって言って、じゃあいいものがあるよって言って出してくれたのが、羊羹、お菓子と、それからあと果物、みかんを出してくれたんだそうです。で、それをもらって食べてみたところ、今まで食べたこともないようなものすごく美味しいお菓子だった。それからみかんもですね、だいたい産地としては取れない場所ですから、そのみかんを初めて食べてもうびっくりしたと、こんな美味しいものがあるんだっていうことをその時には思ったそうなんです。世界にはこんな美味しいものがあるんだな、そう思った時に、ふとやっぱりふるさとの
あの実家、育った家が大変貧しかったことを思い出して、そうだなと、その実家のお父さんお母さん、まあ兄弟もいたんでしょうけども、になんかせめて美味しいお米を食べさせてあげられたらいいなと、そういうふうに思ったそうです。そしてまあその変なおじさんは別れ際に、自分が思った通りに生きたらいいよと、自分の願った通りに生きたらいいよ、そういうことを言って去っていったというのです。まあそれから以降、まあふるさとのね、あのお父さんお母さんに美味しいものを食べさせてあげたいという思いをずっと思って、で真面目にその修行とかお勤めをするようになったといいます。でそのお寺のご本尊は十一面観音様なんですけども、観音様に村のお父さんお母さんにお腹いっぱいお米のご飯を食べさせてあげてくださいと、いつもお勤めの中で祈るようになったということを聞いています。毎日祈っていたと聞いています。それから10年ですかね、8歳の時にお寺入って18歳のになった時に夢を見たというんです。その夢の中では、自分がお寺のもう住職になって、まあ、立派になってですね、で弟子に囲まれていて、布団の中にいたと。でそれがどうも臨終の場所だった、臨終の場面だったようなんですね。57歳ぐらいかな、56歳ぐらいかな。で、臨終の場面を夢で見たというんです。そしてその臨終の時に、まさにその死ぬ時に、いや自分は田舎で暮らすお父さんお母さん、まあ、もしくは家族兄弟にご飯をたくさん食べさせてあげられなかった、お米のご飯をたくさん食べさせてあげたいってずっと祈ってたわけですけども、それを実現することができなかった、その一つが心残りだと、そう言って、あの世に旅立ったというのいう場面にを夢、まあ、見たそうです。そしてあの世に行って、魂の世界に行って再び地上に生まれ変わってきた時に、それまで地上ではまた全然違う人生を歩んだんだけれども、その56歳になった時に、いや自分は農業をやらなきゃいけない、お米を作らなきゃいけない、食べ物を作らなきゃいけないって急に思うようになった。そしてそのために今までの仕事を全部やめて農家になろうという活動を始めたという夢を見たんだそうです。その夢で 農業をやりたいって言ってた時の、まあ、自分の未来性、過去性じゃなくて未来性ですね、を姿を見た時に、実は10年前に見たあのおじさんがその人だったということに気がついたのです。すなわち10年前に見たのは自分の未来のおじさん、未来の姿、まあ、未来性の姿だったということが分かったそうなんです。それでハッと目が覚めて、あ、夢を見たんだということが分かったわけですね。そうか、あの時に会ったのは僕自身の、まあ、未来の自分だったんだということ。それから もう一つ思ったことは、56歳までお寺にいて心残りのまま生涯を遂げたんだということを夢で見て気がついたというんです。それで心残りを残したまま、こんな人生で良かったんだろうかと考えた。で十一面観音様の前に行って、何度も何度も今までずっと祈ってきたわけですけども、本当に自分はどんな人生を送ったらいいんですか、このままお寺に残ってこの修行や、お勤めを続けたらいいんでしょうか、それとも何か別の道があるんでしょうか、ずっと祈ったというんです。その時に観音様から言われたのは、自分の人生思った通りに生きなさいという声が聞こえたように思ったそうなんです。自分の思った通りに生きなさいって
言われたと。その時にそうかと、じゃあ自分はお寺を辞めてっていうのかな、うん、辞めることができるのかどうかっていうね、時代交渉とかも本当はしなきゃいけないんでしょうけども、お寺はその寺領とか、あったわけですね、領地があったわけですね。だからお米作ったものは当然上がってくるわけですね。だからお米を食べること自体にそんなに苦しいものはなかった。でも自分の生まれた家はお米を食べることができない大変貧しい家だ。であれば一つの決断をしたわけです。お寺を辞めて山を降りて、で田舎のその自分の育った集落、小さな寒村で開墾をしようということを思ったそうです。そしてそれを住職に告げたというわけですね。それまで頑張っててね、仏道をずっと目指してたものが突然辞めるとかって言われても困りますわね。でも翔平君がですね、あまりにも真剣に言うので、これは並々ならぬ決意をしたんだなということは住職も分かったと。お前はもう二度と、お前の顔は二度と見たくないと、二度とこの寺に来ることも許さんと、破門だというふうに言われて、お寺から出されたというんです。で出されてしまってですね、もう次の日からね、生活の基盤も何もないわけじゃないですか。でも翔平君は18になるまでいろんなお経やらいろんな勉強をしたらしいんですね。文献とかもいろいろ調べて、どういうふうにね農業をしたらいいのかとかね、そういうことも実は研究してたようですよね。でお寺から出されてしまった翔平君はもう一度闇祖山の頂上に登って、夜一晩中ずっと祈って、そして朝日が出る時に観音様の姿を朝日の中に見るわけです。そして観音様の姿を見た時に翔平君は言いました。僕はこれから村に戻ってそのね開墾をしようと思います、それでいいでしょうかっていうふうに言ったら、観音様がそれでよいと、行きなさいと、そういうふうに言われたそうです。それから麓に降りてですね、栃木県の方ですね、お寺は茨城県の方、栃木県の方に降りて、で、まあ、川沿いのね集落なので、小さな棚田みたいなものから順番に作ってですね、それで少しずつそれを広げることによって、そんな場所でもお米が作れるようにね、自分の生涯をかけて開墾作業をしたということらしいんですね、というお話なんです。だから何もしないでね、お寺の中にいて住職まで上り詰めて、行けば、それはそれで安定したね生活ができたんでしょう。でもそれを18の時に一旦捨てて開墾をするという人生を切り替えたと。それが自分の未来の姿のおじさんと出会うことによって人生が変わった。その話をね、翔平君は、あ、観音様がそういう姿で現れて教えてくれたんだなというふうに思ったということらしいですね。こういう物語です。で、これをまたちょっと動画にしようと思っています。まだ本当は脚本に起こしてやるんですけども、どうせできねえだろうと、守護霊のピンちゃんが。だったら自分で語って、それをまず文字起こししたらいいんじゃないのって言われたので、競争してます。あと、まあ、ちょっと画像もね、これに入れられたらいいなっていうふうに思っています。まずこういうお話が第2話ですね。で、今年中に3話作りなさいと言われているので、できるかどうかちょっと分かりませんけども、別に自分で考えて物語書いてるわけじゃないので降りてきたものをただ語ってるだけなので、まあ一応チャレンジで目標今年3話というふうにしてみたいと思います。まずは2話、これをまとめていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。どうもありがとうございました。